マコガン賞はアメリカ合衆国の俳優、日系アメリカ人、本名岩松信、兵庫県神戸市出身、日本とアメリカ合衆国双方の映画、テレビドラマなどで活躍し、欧米で知名度がある東洋人俳優の一人である。絵本作家である矢島太郎と画家でプロレタリア運動を行っていた光の息子として生まれる。作家の伊佐千尋はイボニー。 思想犯として何度も投獄された両親は1939年に岩章を日本に残して渡米するが、岩章も第二次世界大戦後に15歳でニューヨークへ渡った。父であるヤシマの夢は俳優になることだったとニューヨーク、ヤシマスタジオの芸術家たちが語っており、父の夢が岩章に強く影響した。当時、ヤシマの主催するアートグループのヤシマスタジオを初めて訪れた時、 10代の岩礁を多くの芸術家たちが目にしている。その中には、本田博ヒや山本幸ウなどがいた。大学時代にブロードウェイで働くうちに演劇への興味を持つようになり、1954年に徴兵され、派遣先の東京のアメリカ軍基地に勤務する。1956年にアメリカの市民権を得てアメリカに帰化した。 マコの芸名で1959年にジョン・スタージェスが監督したフランク・シナトラ主演イタリア人美人女優のジーナ・ロ・ロブリジーダがヒロインを務めた映画センウンデが銀幕デビュー。映画演劇で活動し、1966年にはロバート・ワイズが監督した映画奉還サンパブロに出演し、本作の主演のスティーブ・マック・イーンとはデビュー作。 戦運以来の共演を果たし、本作でアカデミー助演男優賞とゴールデングローブ賞、助演男優賞にノミネート。ジョン・コーティの1976年の映画、マンザナール・ヨ・サラバのロケ地にいる俳優マコ1976年のマンザナー強制収容賞を舞台にしたテレビドラママンザナール・ヨ・サラバでは、女優の妹ももやや母の光と共演。 幕末を描いた1981年の米英映画武士道ブレードでは千葉新一、丹波哲郎、三船敏郎らと共演している。1965年にはジェームズ・ホンダと共に東洋系俳優劇団イースト・エースト・プレイヤーズを設立して主催を務め、1976年にはブロードウェイで主演した太平洋女曲でミュージカル部門のトニー賞。 主演団優勝候補にもなっている。同劇団からは後に、ノブ・マッカーシー、ジョージ・タケイ、ジョン・チョウなど、アジア系俳優として、成功を収めた人物を輩出している。早川接種以来、長年にわたって、ハリウッドで活躍を続けて成功した、日本人俳優として知られていたが、当時のアメリカ人がイメージする、中国人、日本人の役が多かった。チャックのリストに会共演し、 サイドキックスでは東洋の武術の達人に奮した。アーノルド・シュワルツネッガーと共演したコナン・ザ・グレートでは呪術師役ロボコップ3では制作当時の時世を反映した日系企業の会長役に奮している。また、1980年に制作された米、香港合作のバトルクリークブローでは若き日のジャッキー・チェンとも共演し、彼演じる主人公に 君風を伝授する役柄を演じた。日本の映画やテレビドラマにも多く出演しており、テレビドラマ、キーハンターでは、千葉真一と共演し、FBI の敏腕捜査官に扮して、義ともしている。また、泣いてたまるかでは来日した、英語教師役で出演し、主演の厚見清と共演している。篠田正宏が監督した、ロウの城の豊臣秀吉役と、 同監督の沈黙、三池隆監督、元木正宏主演の中国の超人、竹中直人と小泉京子が主演の V シネマ共犯者ワウワウで制作された山田洋次制作、脚本のテレビドラマ、祖国などでハリウッド映画とはまた違った演技を披露している。2001年には RKB 毎日放送で制作された。 テレビドラマ、オールド・ディックにおいて、主演に、三国連太郎、共演に、ケイシー広報、常田藤原ベテランの俳優陣を迎え、脚本、出演、そして演出の3役をこなした。1994年、ハリウッドの電動ハリウッド・ウォーク・オブ・フェームに、岩賞の名前が刻まれた。同年12月24日、ハリウッド殿堂入りを記念した特集番組、ハリウッドの光の影に、 日系俳優、マコの50年が日本の TBS 系列で放送された。1995年1月17日、所要で兵庫県西宮市の親類宅への帰省中に、阪神、淡路大震災に遭う。2001年、映画、パールハーバーに山本56役で出演するが、その半年後に受けた朝日新聞の取材では、私はあの映画を見ていないと述べた。 2006年7月21日、食道癌で亡くなった。72歳だった。カリフォルニア知事になっていたシュワルツェネッカーは、同年7月25日に、伝説的名誉の死を悼むという声明を発表した。多くのアジア系米国人の演劇への夢を実現させるのに貢献したと最大級の敬意を表し、同じ移民として苦労した末に夢をつかんだが暗章の、 死を惜しんだ。二人の娘ミモザイワマツと、サライワマツも女優。ありがとうございます。